助手席回転チルトシート車 A タイプ。助手席回転チルトシートの操作方法を説明します。安全で平坦な場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、シフトレバーを P の位置にします。助手席ドアを全開にします。回転スライドレバーを引き上げたままチルトグリップを持ち、シートを一番前までスライドさせます。そのまま回転スライドレバーを手前に引き、シートを外側に引き出します。シートの左肩にあるチルトボタンを押しながら、チルトグリップを車外方向に引き、シートをチルトさせます。着座したら、乗車時の姿勢を安定させるためアームレストを下げます。チルトボタンを押しながら、チルトグリップを車内方向へ押し込みます。回転スライドレバーを引き上げてロックを解除し、中間ロック位置までシートを回転させます。助手席回転チルトシート乗車の方の足を車内に入れます。続いて回転スライドレバーを引き上げてロックを解除し、格納位置までシートを回転させます。シートベルトを着用し、乗車の完了です。助手席回転チルトシート車 A タイプ。乗車時の足元イメージをご紹介します。セカンドシート乗車時の足元イメージをご紹介します。シート振り出し時の足元イメージをご紹介します。